大阪の史跡、浪速の宮跡で開かれた四天王寺和祖。古代の大阪と朝鮮半島など東アジアとの交流の歴史や文化を広く知ってもらうために始まったお祭りです。コロナ前の2019年以来の開催で、今年で29回目を迎えます。和祖とは朝鮮半島の言葉で来たという意味で、古代を再現した色鮮やかな民族衣装に身を包んだ人たちが楽器を手にパレードしました。会場には韓国料理の屋台なども並び、訪れた人たちは秋の休日を楽しんでいました。